1952年2月25日の日食は、1952年2月25日に観測された日食である。ポルトガル領サントメプリンシペ、フランス領赤道アフリカ、スペイン領ギニア、フランス領カメルーン、ベルギー領コンゴ、エーホコリ領スーダン、サウジアラビア、サウジアラビアとイラクの中立地帯、イラク、イギリス領クウェート、イラン、 ソ連で回帰日食が観測され、ヨーロッパのほとんど、アフリカのほとんど、アジア中西部で部分日食が観測された。回帰帯が通過した回帰日食が見えた地域は、ポルトガル領サントメプリンシペのサントメ島、フランス領赤道アフリカ、スペイン領ギニア、フランス領カメルーン南部、ベルギー領、コンゴ、サウジアラビア、サウジアラビアとイラクの中立地帯。 イラク南東部、イギリス領クウェート北西部、パフラビー朝東地下のイラン、ソ連だった。回帰色の最大は、英ホコリ領スーダンの首都ハルツーム北東部郊外の東ナイルにあった。また、回帰日食が見えなくても部分日食が見えた地域は、ヨーロッパのほとんど、デンマーク領グリーンランド南東部、アフリカのほとんど、西アジア全部、南アジアのほとんど、中国中西部、 モンゴルのほとんど、ビルマ北部の約半分、ソ連中西部だった。1952年1月、各国の天文学者は、英誇り領スーダンの首都ハルツームに集まり始めた。アメリカ海軍調査研究所の観測隊は、現地で電波天文学、スペクトル、コロナの高度、太陽表面の外周のスペクトル観測などの研究を行った。 ハーバード大学高知天文台とコロラド大学の観測隊は水素スペクトル系列のバルマー系列について分析した。また、回帰日食がなくてもコロナを常時観測できるコロナグラフを開発したフランス天文学者のベルナール・リオは A ホコリルをスーダンに赴いた木とカイロで心臓病で急死した。ありがとうございます。